そしてこのヨドバシ仙台第一ビルの新設に伴う JR 仙台駅東口の再開発について地元からは大きな期待が寄せられています。今回やっぱりこのヨドバシビルさんの中にかなりいろんなテナントさんも入られるということで、やっぱりこの東口だけで生活に必要なものが全て揃えられるような形になるのかなと思って非常に喜ばしく思っております。こう語るのは仙台駅東口のまちづくりに長年にわたって関わってきた仙台駅東まちづくり協議会の菅野幸弘事務局長です。裏っていう呼び方もなくなってくるのかなと思って期待してます。かつて仙台駅の東口は駅裏と表現されていました。駅の東西をつなぐ連絡通路は狭くて行き来をすることも難しく、東口と西口の間で東西格差が指摘されていました。しかし仙石線の地下化や楽天イーグルスのホームタウン化などによって東口では再開発が進み、新たなにぎわいが生まれています。今回のペデストリアンデッキの整備によって仙台駅東口から宮城野通りへ渡る際も地上の横断歩道を渡らず上空の通路を利用し、プロ野球観戦までの人の流れを安全に誘導することも可能になるということです。道路というか道の幅とかも広いですし、あと土地なんかも区画整理が終了してまして、すごく綺麗な街なので、西口と比較してごちゃごちゃしていないというところも売りなので、そういった魅力皆さんに伝えていきながら今後も街づくり活動に生かしていければなと思っております。